INTJ さんの職場編というのをやりましてですね、はい、それでなんかコメントが来たらまた盛り上がれますねみたいな、はい、要はこの INTJ さんっていうのは意図もせず、うん、なんかそのディスローとかね、はい、相手のことを悪く言おう、はい、っていう意図があるわけでなく、はい、何気にさって書いたものが、はい、その人を傷つけてる可能性があるよみたいなことが確か書いてあったような気がするんですね、はい、で分かる分かるみたいな、はい、で特に僕はその INTJ さんに関してはそれを感じやすいみたいな、はい、だから多分書いてきてくれれば僕はそのどこがディスってるポイントか言いますみたいなのを動画で話したんですけど、はいうんまずですねそのライブを上げた日すぐコメントいただいたんですよ、はいはいコメントをいただいた方はアズマーさんですかね読み方わかんないです、はい、ASMAR218 さんです、はい、ありがとうございます。この方からコメントをいただいてですね診断結果が INTJ でしたと、うん、めんどくさがられて外されたりすることはあるのでなるほどなってなりましたと、はい、要はこのなんか INTJ さんってわーって言ってくるから、うん、知らず知らずのうちに、はい、こうやってやってますよねみたいな話を しましたしましたね、はいはい、で対策法がめっちゃ分かって勉強になると、うん、で INTJ 特に日本では行きづらいですと。問題解決に一番必要ないのは感情だと思ってます、はい、全ての感情をバカにしているわけではないのですが、うん、感情で思考する人やエゴに基づくマイナスな欲の強い人かっこ嫉妬や承認欲求などは、はい、それによって問題の本質を歪んで捉えてしまうことが多いように思います、はい、それがゆえに問題解決能力が低いように思っています、はい、思ってしまいます、うん、っていうのをそっていただくんです、はいはい、でもちろんこれは、うん僕がね、はい、そういうのを書いてきてくれれば、うん、なんか思ったことを書いてきてくれれば僕はそのディスりのポイントを発見して指摘しますよ、はいはい、っていう発言を受けて、はい、これをいただいたので、はい、多分ある程度ねプロレスをやってくれようとしてるんですよ、はい、はい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 そういうことを書けばいいのねって、うんうん、なんで僕の中ではこの人は ISTP ではなんかノリよく乗ってきたなっていうのと、はい、いや違うと INTJ さんって、はい、なんかその挑戦的な感じ受けません？挑戦的な感じは、まあ、その INFJ さんが思いが溢れてくるって一緒じゃないですか、はい、自分の考えが溢れてくる。ああ、はい、なるほどっていう感じには思いますけどね。思考が前に出たプリキュアって感じですね、はい、これはこうこれが正しいんじゃないかみたいなのがこう溢れてくるみたいな。で、はい、そうで確かに今日もちょっと紹介させていただくのは、うん、MBTI タイプ入門同じく職場編なんですけど、はい、ここの中に外向と内向による主機能の使われ方の違いという項目があって、はい、主機能は個人が好む方の世界で使われます。つまりあなたが外界からエネルギーを得ることを好む場合外向過去外向、はい、主機能は外界で使われる、うん、そして内界からエネルギーを得ることを好む場合内向、うん、主機能は内界で使われると、うん、したがって外向の人は主機能を外界で内向の人は主機能を内界で使うことになると、うん、なので例えば ESTJ を思考する人は外向された思考が主機能になる。これはその論理的な考え方や結論を明言する、明言というのは言うんですね、はい、明らかにして言うと、うん、なんで言いたがる、うんうんうん、言いたがる、違う違う違う、それこういう理由で違う、うん、みたいなことをやる人、はい、で一方 ISTP を思考する人は、うん、主機能は同じく思考機能なのですが、うん、それが内向されるので、はい、外に表現するというよりは、うん、自分の考えを論理的な枠組みに基づいて、うん、頭の中で考える、うん、なのでその人が
ISTP の場合どうしてその結論に至ったかについては、はい、周囲の人は理解しにくいことがあるかもしれない、うん、はい、なので言わずにやってる、はい、言わずに、そう、まあ、なので聞かせてよの方が多いですよ、はい、聞かせてよ、自分はこう思うっていうよりもあなたの考えを聞かせてよ。いやそんなあとっていう、先出しですかこっちがっていうで自分のことは言わない、自分がどう思ったかは、あ、分かりましたみたいな、あ、なるほどねって頭の中で思ってたり、あ、バカにしてるこいつ。バカにしてないですよ本当に、はい、その情報が知りたいって感じですよ。でもそれがふんっていうとき、あ、それもあるやっぱりっていう話ですよ、はい、あ、動画内では僕喋ってますから大丈夫です、はいはい、あ、今そういう意味じゃなくてやっぱりバカにしてるケースもありますよねっていう意味。それはみんなありますよね。ある、確か、はい、ごめんなさい。で、注意事項として、あなたが外交を志向する場合、主機能の特徴を外交の人は外界で発揮していると考えると、はい、うん、一方内交を志向する人は主機能の特徴は内面で発揮されることが多いため他者には伝わりにくいと、うん、そのため内向思考する人は第2機能、うん、補助機能が目立ってることが多い、はい、なぜなら、うん、内向の人は補助機能が外向なんとかだから、はいはい、外向思考であったり、はいはい、なので INTJ の人は外向思考なんですよね、はい、自分の考えを言いたがる。なので多分周りから見るとやっぱり、うん、言ってる人、うん、言う人になると思います、言う人ですよね、はい、っていうことなんやとかって思いながら、はい、で先ほどのこのコメントをいただいた方、うん、でまず思ったのは、はい、問題解決じゃないですか世の中って、はい、問題解決、問題、いや、この方も挙げてるのが、問題解決に一番必要ないのは、はい、感情だと思ってます、はい、全ての感情をバカにしてるわけではないですが、うん、感情で思考する人やエゴに基づくマイナスな欲の人などはその本質を歪んで捉えているっておっしゃってて、うん、はい、でもその問題によってはね、はい、問題解決、はい、問題によっては、うん、ある人の感情が問題になっていることがあるわけじゃないですか。そうですよ、はい、なのでそれは、はい、そこに正論を言ったとて、うん、問題は解決しないんですよ多分、はい、そうですよ。なんかまず謝った方がいいとか、感情に寄り添った方がいいとか、はい、そういうことってないってありますよ。あれ隊長が急に僕のことをなんか肯定してくれてるよ急にっていうか、まあ、それは僕も思ってます。僕は思ってます。でも多分思うんでしょうね、うん、いやこいつらが思ってるこの問題点を解決すればいいんでしょみたいなことを思ってるんですかね、はい、あ、僕的に言うと、はい、ビスってないですよ。あ、この人は感情で問題、まあ、感情的になんか問題を起こしてるから、はい、感情的に対処しなければいけないなって思うだけです、うん、はい、S ですねで、はい、僕がこれに思うのは、はい、なぜ問題解決に一番必要ないのは感情だと思ってます、はい、っていうのを、はい、言っちゃうかねえと思うんですよ。はいはいはい、そう、それは思います。でこれを多分プロレスでやってくれてるのかどうかが、はい、分からないなと思いながら、はいはい、このプロレスっていう表現は通じるんですかね一般的にもうずっとプロレスってずっと使ってきてますけど、僕はま あ, あの昭和生まれの、はいはい、プロレス育ちなので、はい、僕も分かりますよ。真剣勝負、勝、ね、という名のもとの真剣勝負ですよ、はい、けど勝ですよねっていう意味ですよね。あの受けます、受けて立つ、受けて立つ、はい、避けません、はいはい、でもそれはショーだからねって、はい、見せてなんぼだよっていう、うん、はい、っていう意味でプロレスって来てるんでやっぱ伝わってない人も多いんじゃないかなって。ああ、なるほど。この間僕コメント読んでた時に思ったんですよね。なんかプロレスみたいなの書きましたよね。これプロレスプロレスです、はい、はい、プロレスって書いてる人みんな通じるのかなって思ったんですよ。だって僕一応この動画内ではマスクマンなんですよ、はいはい、ペルソナをじゃあその設定は分かりますよって二等兵という設定なんですよ多分、はい、いや、僕はどちらかというと素に近いですよ。はい、仮面をかぶってるけど素に近いですけど、はい、でも一応動画用みたいな、うんうん、まあえてこの辺はこういう風に振る舞っといた方がいいよねっていう
まあ、大げさにやってるってパフォーマンス、あきらちょっとそうですね、分かり、はい、こうやってやったらウケるかなっていうのでやってる部分もあるので、まあ、僕もですけどね、思ってることを大げさに言うみたいな、あ、はい、で僕は多分ねそれに、はい、あれって敵になったっていうのが頻繁に訪れる、はい、あ、で先ほどのコメントもこういう僕のコメントを聞いた上で、うん、はい、さって入れてきてくれるので、はい、なんか乗ってきてくれた、乗ってきてくれた、プロレスに応じてくれたっていう面でこういうのを書いてきてくれてるのかなって思ってます、はい、なぜならその、次の日の動画で早速コメントが来てさっていうコメントを挙げた時に、はい、コメントを取り上げていただいてありがとうございます、イラッとさせてしまってすいません、私はそれを言われてイラッとしない&的を射ていて伝わりやすいと思ってそう言いました、そう言われた時にイラッとするかしないかは何の違いだと思われますか、イラッとする原因は何ですか、米印全く煽ってないです、 With love っていうのをさっと入れてきてくれてるので、はいはい、そこが重要って話ですよね、で、あ、はい、なんかめっちゃ気持ち組んでくれてるとかって、はいはい、思いながら、なんでこの人は INTJ だろうかっていうのも思いながらも、はい、僕が多分この先ほど読んだコメントにイラッとしたのは、うん、感情がいらないって言われたところで多分僕は、うん、あ、F がバカにされてるって思受け取ったんですよ、はいはい、で今ここで笑って話せるのは時間が経ったからなんです、はい、時間が経って理解が追いついた、はい、でもやっぱり F は、うん、やっぱりこのなんかねちょっとね短絡的と言われるのはちょっと分かる気がします、短絡的というか感情的というか、まあそういう、まあ、価値観の問題じゃないですか、何を大切にするかの問題だと思うので、多分 F でも T でも一緒のことじゃないですか、今隊長が何言ってるか分かんないです口が動いてたなと思って見てましたまあなんかこう何かに対して反応したわけですよね、問題解決に一番必要ないのは感情だと思ってます、ね、でそれは自分の価値観を否定されたからそういう反応になるわけじゃないですか、でそれは T の人でも自分の価値観を否定されればそうなるんじゃないかなって話ですよ、その理屈は間違ってるとかって多分言い始めるんじゃないですか、でもこれはね本当に問題解決能力が F の人は低い、はい、あ、いや歪んだ場合ですけどね、はい、本当にそうかとも思ったりもしましたけどね先に謝っちゃった方が早いとか、はい、声が大きい方が実は問題は解決したとか、はいはいはい、まあ、その辺の価値観の問題じゃないですか、 INTJ は一番正しいと思うシステム仕組みなんか理屈で解決したいなので、自分がこうだって思ってる考え方で解決したいって話ですよね、はい、それを言いたい人ですよね、それを言いたい、それを言いたいが出てくる人、それをなんか自分の考えがこうだっていうのをなんか理屈でまとめ上げる感じじゃないですか、内向直感、全体の枠組みとか、はい、うん、今後起こりうること、はい、背景にある意味や考え、はい、もう背景までいっちゃうんですねっていうのを自分の中でこう作り上げるわけですよね、で斬新で誰も思いつかないような提案を好む、うん、理論や概念を引き合いに出す、うん、でそれを肯定するために理屈を使ってるって話ですよ、なるほど、はい、なんていうのをいただきました、はい、このコメントは本当にありがたかったです、